マチコ、私、赤ちゃんできたみたい。嘘？本当に？おめでとう！で、相手はサトルさん？もちろん、出来婚になっちゃうけど、今度サトルの両親に挨拶に行くの、付き合うのは了承してもらってるし、大丈夫だと思う。よかったじゃん。ああ、私だけ置いてけぼりか。まあいいけど。同僚であり友人のゆり子からこんなおめでたい話をされた。サトルさんの実家へ行くんだけど、私親いないし、マチコについてきてほしいんだけどいいかな。もちろん、私は大丈夫だよ。ゆり子の両親は早くに亡くなっていて天涯孤独、とてもいい子なのだが苦労人だと知っていたので、幸せになってほしいと思っていた。迎えた当日、私はゆり子と待ち合わせ、サトルさんの実家へ向かった。私、両親いないから親友に来てもらったんだけど大丈夫かな。ゆり子とのことは親ももう前から知ってるし大丈夫だよ。親父が喜んで電話しちゃったから親戚も来てるけど。ものすごく歓迎ムードのサトルさんの両親と親戚、私まで嬉しくなるくらいだった。ここまでは。私もおばあちゃんになるのね。サトルも家庭を持つ時が来たのか。しっかりするんだぞ。ゆり子さんよろしくね。私の方こそ静か者ですが、よろしくお願いいたします。ゆり子も笑顔で返事をし、和やかな時間が流れていたのだが、どんな女かと思ってついてきてみれば、こんなババアなの。突然とんでもない言葉が降ってきたかと思うと、そこには大学生とおぼしき女の子がいた。瑞希、何を言ってるんだ。サトルさんとその子の両親であろう親戚の中年男女が止めても、その子は止まらない。私この前見たの、この女が別の男と一緒に歩いてるところ。お兄ちゃん騙されてるよ。なんとそんなことまで言い始めたのだ。この人親いないんでしょう。やっぱりちゃんとした教育受けてないから中途半端なんだよ。それを聞いて一斉にゆり子に集まる視線。ゆり子、本当なのか水木の話。え、その子の話を信じるの。水木は赤ちゃんの頃から知ってる子だぞ。嘘を言うとは思えない。仲良さそうに歩いてたよね。そのお腹の子供も、もしかしてその人の子供なんじゃないの。絶対にそんなはずない。確かに仕事の関係でどうしても男性と話すことはあったけど、そんな関係じゃないわ。ほら、焦るなんて怪しい。ゆり子、信じてたのに。やっぱり親のいない子なんてダメなのね。あまりの出来事にたまらず、あの、仕事上でなんて男女関係なく付き合いはあるものですし、ゆり子はそういう子じゃないと私は言い切れます。はぁ、あんたはこの女の何なわけ。親戚？古くから付き合いのある友人です。そんなの他人じゃん。外野は口出さないでよ。全く動じることなく淡々とこちらを攻めてくる水木という女子。サトルさん、私のこと信じてくれないの。信じたいけど、でもな。私はあなた以外とは誓ってそういう行為はしてません。証拠あるの。証拠は。明確な証拠と言われると、そんなものあるはずもない。妊娠中に DNA 検査なんて聞いたこともないし、まさに悪魔の証明というものである。黙り込むゆり子、泣いているようにも見えて、私は腹渡が煮えくり返るかと思った。そこで水木という女性は驚きのセリフを口にしたのだ。なんておかしいじゃない。サトルお兄ちゃんの赤ちゃんは私のお腹にいるんだから。ここで全員ポカーン。サトルさんだけが一瞬で真っ青になったのが分かった。サトル、お前どういうことだ。額に青筋を立てながら聞く父親。ずっと昔から私はお兄ちゃんのことが好きで、この前気持ちに応えてくれたのは嘘じゃないでしょ。焦るサトルに今度は周囲からの視線が突き刺さる。大丈夫よ兄ちゃん、いとこ同士は法律的には結婚できるから責任取ってくれるよね。まるで悪魔のような笑みを浮かべている水木。お兄ちゃんね、あんたのこと財布としか思ってないから。頑張ってお金稼いでるみたいだけど、彼氏取られちゃうなんて無意味な人生だね。ふーん、そうなんだ。水木、お前。たまらずゆり子に助けを求めるような視線を向けるサトルだったが、違う、ゆり子、俺にはお前だけだ、信じてくれ。私を信じてくれなかった人の何を信じろと。よかったじゃん、諦めてもらえて。お兄ちゃん、ゆり子じゃなくお前が結婚相手だったらって言ってくれてたし。今それちょっと、ああ。地べたに崩れ落ちるサトル。
ニコニコしているのは瑞希のみで、両親や親戚からの糾弾が始まったところで、私とゆり子はその場を離れた。ゆり子、なんかすごすぎて諦めついた。もともと一人だったし、子供は家族ができて嬉しいから頑張るよ。そっか、できるだけのことは手伝うから行ってね。ありがとう。やっぱり持つべきものは友達だね。そう言って私たち二人は食事をしにレストランへ行った。その後、サトルさんの家でどんな話し合いが行われたのかは知らないが、瑞希という子が結婚できないなら自殺すると騒いだらしく、結婚を認めざるを得なくなったようだった。まとまった慰謝料ももらったし、心機一転頑張るぞ。ゆり子はそう言うと職場にもカミングアウトし、頑張るのよと女性上司の指示も得て、数ヶ月後には元気な男の子を出産した。これまでのゆり子の頑張りや人柄が良かったこともあってか、職場のみんなは応援し、育休などもしっかりと取得することができていた。ゆり子が育休中のある日、手土産を持って私が訪ねると、そういえば今日はサトルさんが来たよ。やり直してくれないか、だって。マジ？あっちはあっちで幸せなんじゃないの？それがさ、当たり前だけど親戚中からは針のむしろ状態で、瑞希って子、奥さんは出産後にはまだ若いしっておしゃれぼっこで何もしないしで、それでも自分の蒔いた種の結果ゆえ離婚などと言い出せるはずもなく、俺の子を産んで育ててくれてるなら愛情だってあるだろ、助けてくれなんて言うから、あなたの子供じゃないんでしょ、他人だし警察呼びますって言ったら帰ったわ。いつまでも自己中心的なサトルはゆり子にこんなことをしていたらしい。ほんと、なんで婚約前までは普通に見えてたんだろう。ほんとにね。サトルはその後、子供の面倒を見ようとしない瑞希が嫌になったらしい。なんせあの時別れたゆり子は一人でも幸せそうに子育てをしているってもんだから、比べちゃってより瑞希がダメ女に見えてるとかなんとか。今更過ぎでしょ、だいたい平気で成人したてのいとこと浮気しといて何様だっつーの。またふつふつと怒りが湧いてくる。子供もいるし、また弁護士の出番かしらね。変な気起こされたら怖いし。私も頻繁に顔出すようにするよ。次来たら怒鳴ってやる。来ないのが一番なんだけどね。ありがとう。弁護士に連絡を取るゆり子と息巻く私だったが、その後サトルが現れることはなかった。なぜなら瑞希がほったらかしにしている子供の面倒を見るのに忙しいからだそうだ。子供に罪はないもの、せいぜいあの女を選んだことを後悔しながら子育てしてほしいもんだわ。そう言って小さい息子を抱くゆり子はちょっとかっこよかった。ご視聴ありがとうございました。また見てね。